はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということでね、今回は、S ランクね、到達したので、ちょっと紹介していこうかなという動画ですね。まあ、今まで S 作れてなかったキャラとして、ガガ丸がね、S ランク初めて作れたので紹介しようと思います。ということでね、見ていきましょう。S ランク査定上は、26,163 ということでね、スタミナが、2324の B プラス、スピードが2355の B プラス、フィジカルが3627の S プラス、テクニックが3299S、賢さが1857の C プラス、キックが3601の S プラスという感じですね。で、スキルについては、金スキルが、1、2、3、4、5、6個。ということで、まあ、6個取れてるのでかなりいいんじゃないかなというところですね。さらに、白はレベルだけちょっと合計見てみると、1、7、8、9、10、10の3、3だから、まあ、16か。まあ、白はそこそこですが、金スキルがね、結構拾えていて、で、今回ね、ちょっと編成が、金スキルで選んだような、感じだったりしたので、そういう意味では、これ結構良いのが拾えてるかなと思っていまして、っていうのも、まあ一応ね、フォワードかなと思ってたんだけど、っていうかまあスタミンには入らないだろうけど、S プラスまだ作れてないからガガ丸作ってみようぐらいの感じだったんですが、まあ採用するならね、二次スキル的には、シュート関係なのでフォワード採用なのかなと思った時に、フォワードだけど、相手からね、ボール取れるような、フォワードにしたいかなと思っていて、まあ、それで言うとね、イーグルアイが、パスカットの成功率を上げるスキルで、長キープ力がね、パスカット成功時にマイボールにしやすくなるスキルということで、まあ、この2つをね、セットで取れたら、パスカットでね、ボール取ってくれるキャラとして作れるんじゃないかなという感じですね。まあでもね、ガガ丸の場合ね、スタミナ漏れればね、ミッドフィルダーもありかもしれんけど、基本的にはフォワード採用だと思うので、現状。そうなるとね、クロス名人のがパス名人より欲しいんだけど、まあパス名人一応ついてるけど、で、まあ毎度のことながらね、金スキル自分で、サポートの時に教えられるやつをね、つけたくなるな、みたいな。まあそういう風に作ってあるんだろうけどね、これ。だからおそらくそのうちクロス名人付きのスペシャルサポカも来るんじゃないかなとか思ったりしてますね。はい。で、育成時の編成見てみましょう。国神、60、国神レベル65、ストライカー潔60、バローが60、三笘60、フレンドがライチ100という形ですね。でね、まあ、ライチね、やっぱ100ね、強いわ。ライチはね、本当なんつうんだろうな。基本的にこの練習時なんとかアップが3種類ついてて、まあテクニック、スタミナ、フィジカルの3つがついてるんですが、まああとね、練習ボーナスと、まあレクチャージボーナスに関しては、ちょっと今回はね、スペレク引けてなかったので関係ないんだけど、そうね、まあ普通に、例えば、スタミナとフィジカル、まあ筋トレとかだよね、一緒に上がるというと、そこを、筋トレとかにね、光ってなくてもライチがいるだけで、まあ、練習試合ボーナスの 15% も合わせて言うと、スタミナは 45% 上がるし、フィジカルは 35% 上がるという形になってるわけなんだよね。なので、まあ、もともとね、成長率としてガガ丸みたいに、フィジカルに何十パーとかあるやつだと、フィジカルがね、もう、光ってなくても、ライチと一緒にいるだけでね、60% ぐらい漏れてるっていう話になるので、まあ、結構上がるよねっていう。でね、まあ、スタミナとテクニックに関してもアップを持ってるから、練習ボーナスと合わせて、結構ね、イメトレでも漏れちゃうみたいなね。まあ、今回あんまイメトレ踏めてないんだけど、そういうのもあってね、やっぱね、ライチの高レベルのやつって強いから、ぶっちゃけ欲しくなるね。俺まだね、ライチね、レベル55でしか持ってないから、せめてね、60まで上げて、ちょっと使ってみたいんだよね。まあ、あと、金スキルがね、潔と相性良さそう。イーグルアイプラス超キープ力で、パスカットした時にセカンドボールにならずにキープできそうかなというのもあるので、この組み合わせってね、実は結構いい、育成のね、組み合わせかなと思ってたりするんだけど、
まあ、結構ね、なんだろうな、ストライカー潔、特にね、なかなか60までいけてない人は制服潔、ね、メインで使ったり、まあ、練習試合ボーナスあるから、今だったらね、金スキル全部拾えないから、制服潔、サポート使ってみるのも全然ありな感じもあるので、なかなかね、ストライカー潔を採用しにくいと思うんだけど、この二人の組み合わせね、結構金スキルの相性いい気がしてるんだよね。なので、まあ、その辺も含めてね、まあ、ガガ丸はね、正直ちょっと、スタメン入れしないだろうなと思いながら育てたのもあって、いろいろ試す意味でね、こんな編成になってるんだけど、まあ、今までのね、練習試合ボーナス優先での編成とか、安定してね、記録更新できるやつをね、紹介してきたけど、今回のパターンはちょっと、今までのパターンとは、また違った編成だったんじゃないかなということでね、こんな感じでも S いけますよと。まあ、金スキルをね、多めに拾えたからって部分もあるとは思うけどね。うん、そんな感じかな。でね、ぶっちゃけ一つ前の動画のリンちゃんみたいなね、感じも、賢さ盛る必要がないんだったら、これもありなか、ありな、ありなんじゃないかなと思ってるんだよ。リンを育てるときに、このか、こんな感じの編成も。まあ、だけど、やっぱ支配が無駄にならないようにするには、やっぱ賢さ盛りたいから、そう考えるとね、2個が外せなくなって、そうするとミッドフィルダーで採用したくて、スタミナがもうちょっと盛らないとみたいな感じでね。意外と縛りが多いんだよな、リンは。実際に使える形で作ろうとすると。だまあ、その辺結構難しいかなという感じですね。で、さらに言うと、ミッドフィルダーで使おうとしてるキャラクター、まあ、例えばバチラとか、バチラとかに金スキルで、イーグルアイと超キープ力つけれたら強いかなというのは思うんだけど、だからね、バチラをストライカー潔とライチ使って育てるはちょっとやってみたいかもしんない。今後。まあ、ただ、自分のね、ライチがちょっと55っていうのがね、まあ、練習ボーナスだけでもつけないとちょっと使えないよなっていう。まあ、サポートライ、フレンドライチっていう選択肢はもちろんあるんだけど、バチラやるときにライチフレンドで借りるかなと思うと、まあ、やっぱりね、ちょっと60までだけ上げて、自前で採用するのがいいかなというところなんですよね。まあ、試合用ってことで考えたら、まあ、上振れの要因のね、スペルクボーナスはともかく、スキルレベルアップはそんなに、重要ではないので、まあ、80までとは言わず、60でとりあえず自分のやつでね、使ってみるのがいいんじゃないかなとは思ってたりするんだよね。だからね、まあ、ちょっとね、ライチ狙いでガチャ引きたい気もするんだけど、それをやるのは今じゃないよねっていうね。いや、だからね、おっと、ちょっと待ってよ。何が起きた？謎の更新が入った。ね、まあ、そんなわけでね、ちょっとガガ丸気分転換にね、育ててみましたよという動画でした。結果的にね、ライチの強さとか、ストライカー潔とね、ライチの、まあ、金スキルの相性の良さなんかもね、あるかなというのが、今回組んでみて、分かったというか、まあ、思った部分であるので、まあ、そういう意味ではね、こうやってたまに、おそらくスタメン入りはしないであろうキャラもね、S ランク育成してみると、新たな発見もあるんじゃないかなという感じですね。そうだね、これは、まあ、やっぱ採用するならフォワードかなってことでね、フォワードでちょっと試しに、練習試合とかね、してみてもいいかなぐらいの出来かもしれないですね。はい。というわけで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。さっきの更新何だったんだろう。ありがとうございました。よいしょー。